日本兵庫県神戸市東灘区三影山手。三影山手は、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、旧三影町域の阪急神戸線以北にあたる。一丁目から六丁目までが存在する。平成17年国勢調査における、世帯数は2368、人口6261で内男性2892人、女性3369人、 郵便番号、658-0065 65。最寄り駅は、三影二丁目内の隣接地にある阪急、電鉄三影駅である。現在の三影北小学校周辺は、室町時代に、平野忠勝の居城平野城があった場所である。この城は城郭を持たずに、自然地形の高台を利用したという。深田地公園この地区内にある、深田池は農村だった頃のため池で、現在は、 公園となっている。天神山団地は、面積35ヘクタール、計画人口6800人で、昭和36から46年にかけて、民間の業者が開発した。区内では、面積において、渦森台に次ぎ、計画人口では、最大の団地である。この町名は、昭和51年に、三影町三影、郡家、西平の住吉町九十坂。 鍋島、しま、土山町の各一部が合併して、住居表示を実施して誕生した。北東は、旧、住吉村域の鴨子ヶ原、東は同じく旧、住吉村域の住吉山手、南は湯馬線より、東が三影郡家、西が三影、西は石屋川を挟んで、なだく、旧、高葉村域の高葉町、北は同じく旧、 高派村域の土山町に隣接する。ありがとうございます。